はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いします。今回はですね、ラジオ形式で人気の旧作をですね、皆様にご紹介していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、早速今回ですね、皆様にご紹介する作品はミザリーでございます。はい、こちらの作品ですね。まあ夏といえばホラー映画、ホラー映画といえばミザリー、まあそのぐらいですね、人気なホラー映画なわけでございますけども、はい、僕もですね、ちょっと夏に、怖い映画を見たくてですね、つい先ほどミザリーですね、見させていただきましたけども、やはりですね、すさまじい映画でしたね、こちらの作品は。はい、まあこちらの作品はですね、スティーブン・キングが原作なわけでございますけども、ストーリーというのはですね、ミザリーシリーズの作者である、ポール・シェダンがですね、車の運転中にですね、事故を起こしてしまい重傷を負ってしまうわけなんですね。はい、そんな彼を助けたのはですね、こちらのミザリーシリーズの大ファンとですね、言っている中年女性のアニーというキャラクターなんですけども、こちらのアニーがですね、この、主人公のポール・シェルダンをですね、看病をしていくにつれてですね、どんどん化けの皮が剥がれていく、狂気に満ちた女が姿を現す。はい、まあそんな作品なわけでございますね。はい、まあこちらの作品でですね、アニーを演じていたですね、キャシー・ベイツはですね、アカデミー賞の主演女優賞を受賞したということでございまして、まあね、この作品の映像を見たらね、なるほどなとうなずけるわけでございますよ。はい。で、この作品、まあホラー映画というところで、どういうところが怖いのかっていうところが皆様気になるところでございますよね。はい。いつもはニコニコしている中年女性に拘束監禁され、その中年女性がだん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 と狂変していく様を隣で身動き取れないまま見続けるというですね、これが怖いわけでございますよね。はい、このですね、主人公のポール・シェルダンというのはですね、先ほどお話ししたように交通事故で重傷を負ってしまいですね、身動きが取れないわけでございます。はい、こちらに、中年女性のですね、アニーというものが看病していくわけでございますけども、その看病途中にですね、このミザリーシリーズが好き、ミザリーは死んじゃいけないのよみたいな感じで、だん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 切れていくわけでございますよね。その切れていく横でですね、主人公というのは歩くこともできなければ自分で手を動かすことも最初の方はできないんですよ。はい、ここで観客というのはやばい、もし自分だったらこの時どうするんだろうという想像を膨らませることができるわけですね。はい、そしてもう一つ僕が思ったのはですね、こういう人いるよねっていう気持ちにさせるとこなんですよ。うん、皆様もありませんか？よくそのいつもはニコ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 してるんですけど、なんかの拍子でプッチン切れたらなんか見境つかなくなる人、え、この人の怒るタイミングわけわかめだわみたいな感じの方いらっしゃると思うんですよ。この何十年か生きてると一人か二人ぐらいそういう方いらっしゃると思うんですけども、これがまさにですね、アニーというですねキャラクターなんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。うん、そしてなんといってもですね、一番怖いのはね、人間なんですよ。お化けでもね、幽霊でもなければやっぱ人間っていうものが一番怖いんだなっていうのをね、こちらでですね感じさせますよ。はい、それにですね拍車をかけるようにですね、キャシー・ペイツの演技に見せられるとね、あーこんな人いるよなーっていう怖さがですね2倍3倍になってくるわけでございます。はい、この作品ですね、結構有名なんですけども、おすすめできる方っていうのは、その閉鎖された世界というか部屋に監禁されている中で主人公がどういう行動をとるかっていうのを楽しめる作品ですね。まあソリッドシチュエーションスリラーとまではいかないんですけども、まあ
ちょっとそういう感じに似たようなところがあるので、そういうものがですね好きな方はですねおすすめなんじゃないかなと思います。はい、見て損はしない作品でございます。時間もですね確か1時間半かな2時間あるかないかぐらいなんで、ちょっとサクッとですねお盆時期に見ていただければなと思っております。ではですね今回は、ミザリーという作品ですねご紹介させていただきました。もしよろしければですねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとはですね下の概要欄じゃんじゃん使っちゃってください。ミザリー見た方ですね、はたまたこれから見ようと思っている方、皆様の熱い思いというものをですねぶつけていただければなと思っております。ではですね皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。